んこんにちは、くーです。今日はですね、龍が如く8をプレイしていきたいと思います。今日はですね、アナコンダショッピングセンターに向かう途中のサブクエスト、こちらの方やっていこうかなと思っています。そう、道中やりながらそしてこちらに向かうかなと思っておりますよ。よし、それじゃあ行ってみましょう。よし、多分ここら辺なんじゃないかなと思うのですよ。ちょっとね、アイテムを拾いながらそして戦いながらいろいろしていきたいかなと思います。よし、全力でかまずに、よいしょ、オッケー、よいしょ、というペーパーももらいつつここかなと思うんですな。あ、ここですな。かき氷屋さん。一番大きいサイズのかき氷をください。はい。はい、かしこまりました。お味はどうされますか？味などいらん。砕いた氷だけくれ。承知しました。少々お待ちください。氷だけひたすら。それではこちら。大盛りかき氷の氷のみとなります。すごい量だね。ありがとう。大盛りすごい量だが、なるほど。そりゃ、はあ、何事はあ、ダメかって。もう何なんだあのじいさん、いきなりかき氷を頭からかぶって大丈夫なのか？ねえ、ちょっと、おいおい、じいさん、いきなり頭からかき氷なんてかぶって何やってんだよ。いや、ほんと、そのままじゃ風邪ひくぞ。なんだあんた、わしは雪を降らせるために忙しいんだ、ほっといてくれ。雪を降らせる？雪？くそ、ハワイで？こんなところで道草食ってられ。もっとふわふわなかき氷なら雪になるやもしれん。それじゃあな。あ、雪を降らせたい。なるほど。スノースマイルだって。やんだみてえだな。じゃあちょっとこっちの、あ、ありますな、スノースマイル、変わった老人を見たっていうことなんで、こちらの方を追いかけてみましょうかね。なるほどなるほど。よいしょ。ね、雪を降らせたいというのは結構あれですな、しかもハワイで何か事情があるのかな。ね、急いでるとか言ってたもんね。かかってきやがる。全力でかまって。よいしょ、だな、敵なしだな。ちょっと、あ、ヒーローズソード、なんかね、まだジョブのチェンジはできないっぽいんだよね。早くできるようになるといいんだけど。よっしゃ、行くぜ。全力でかまつ、全力でかまつ。最新の敵じゃねえか。最新の敵じゃねえか。よし、合ってる。やってるね。よいしょ。メンタルアッパーは嬉しいね。いやー、もうちょいいっぱいいるんだけど。まあね、アイテムとかももらえるからいいんだけどさ。よし、よし、なしだな。あ、ここら辺にいるはずなんだけど。あ、いた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 。あんたに売るかき氷はないようだって。門前払いされてるみたいな。頼むから何もシロップもフルーツもかかってない削った氷だけ売ってくれ。What? おじいさんさ、他の店でもそうやってかき氷買っては頭からかぶって遊んでるんでしょ。大事な商品をそういうことにしてほし
くないんだよね。暑いのか知らないけど、それで風邪ひかれても困るしさ。もう他の店でも売ってくれないと思うし、諦めて。そんな遊びなんかじゃないんだ、頼むから。お待たせしました、次のお客様どうぞって。ねえ、この辺のかき氷屋出禁になっちゃったんだね。まああんなこと繰り返してたらそうなるよな。ちょっと気になるし、もう一回声をかけてみるか。ねえ、なんかすごい悲壮感に。おい、ねえ、ああまたあんたか、かき氷に叱られてたわしを笑いに来たのか。いや、そうじゃねえよ。ただちょっと気になってよ。ふざけてたわけでもなさそうだし、なんであんなにかき氷にこだわってんのかと思ってな。雪を降らせるとか言ってたのと関係あるのか。そうだな。あ、別にわしは味のないかき氷が欲しいわけじゃない。降り積もる雪を見せてやりたいんだ、妻にな。降り積もる雪？それならハワイじゃ無理だろう。アラスカとかに旅行にでも行った方が早くないか。それができりゃそうしとるわ。だがそうもいかないんだ。ああなるほど、妻は病気で寝たきりでな。あと何日生きられるかもわからん。あいつにわしは何かしてやれることはないかとずっと聞いてた。もうろくに会話もできやしないんだが、上ごとであなたともう一度綺麗な雪を見たいと言ってな。雪はわしら夫婦の思い出なんだ。新婚旅行で日本に行った時、初めて見た雪は本当に綺麗だった。こんな世界があるのかと二人で年がいもなくはしゃいだよ。またいつか見に行こうと約束したのに、ずっと仕事が忙しくて雪どころか旅行にすら行けなかった。大した稼ぎはなかったが、家族のためにと必死に働いてきたつもりだよ。それがあいつがどう思っていたのかもわからんがね。今さらそれを聞く勇気もない。ただ分かっているのは、文句一つ言わずにずっと家を支えてくれていたということだ。俺は退職してこれから二人の時間を作っていこうと思った矢先にあいつは倒れちまったよ。病気の兆候にも気づいてやれず、末期だと診断された。なるほど、あいつからもらったものは星の数ほどあるが、わしは何一つ返すことができてないんだ。だから雪を見たいと言ってくれて本当に嬉しかった。わしのエゴかもし、ただそれでもいい。あいつが俺に言ってくれたこの願い事を何としても叶えてやりたいんだ。雪国から空輸とかいろいろ考えてみたが時間がない。それでかき氷で代用できないか考えて頭からかぶって検証してたのか。なるほどな、事情は理解したよ。しかし雪か、やっぱかき氷じゃ無理があるよな。この暑さじゃ地面にくっつく前に水になるだろうし、そのかき氷屋すら出禁になってしもた。このまま何もしてやれないなままなんて。いやー、これは分かった。なるほど、そんな話聞かされたんじゃこのまま頑張れよって立ち去ることもできねえだろう。力になってやるよ。任せとけ。俺の方でも何かいいアイディアがねえか考えてみる。だからあんたは神さんのそばにいてやりな。兄ちゃん、ありがとう。ありがとう。こんな見ず知らずの頭からかき氷をかぶってたじじいに優しくしてくれるとは。あんた名前は？わしはオーランドだ。俺は春日、春日一番だ。日本から来たんだ。日本からか、何か縁あるかもしれんな。つっても今は悪いがノーアイディアだ。何とかしてやりたいとは思うから少し時間を持ってくれ。分かってるよ、妻のために思い出の雪を見た日本の人が助けてくれようとしていることが今は嬉しい。ありがとな。おう、じゃあ何か分かったら連絡するから、今日のところは帰りな。ああそうさせてもらうよ。なるほど、そういう事情があったのね。
さて、ユキカどうしたもんかな。そうだよね、どうやってこれ解決していくんかな。ねえ、雪を降らす手段を考える。出てない。あー、こっちなんだ。なるほど、雪を降らす手段を考えるで、アナコンダショッピングセンターの方に行くってことか。了解です。そしたら行ってみますかね。これどうしようかな。先にこっちのスノースマイル出てるから、そっちまで直接行ってみますかね。初めて行くエリアになるのですが、あ、そうだ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 、ここに来てるからさ、せっかくだからまかないのお弁当もらってから行こうかね。ここのさ、帯さんのまかない時間経過にさ、時々もらえるんだよね。あ、まかない弁当この間もらったばっかりだった、うん、まだまだもうちょっと先まで待たなきゃいけなそうだったね。うん、いや結構もらいに行っててさ、あの弁当、HP300 300もね回復できるお弁当なのですよ。そう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 、よし行くぞ。あー、でもなんかさ、すごいあれだったね。なんかちょっとほろりと来てしまうような内容だったよ。なんか一刻もはっていう感じなのかな。だからちょっとまあ急ごうか。よいしょ、アッセンチュールでいいよ。かかってきやがれ。うん、そうだろうか。全力で、おやー、俺たち強すぎだろ。よいしょ、ちょっと急いでるんですよ。え、どこだ。クッと下がってこういく感じか。おっと、あそこに王冠の人たちがいるからちょっと危ないよねなんかさ、強いみたいなんだよね。だからもうちょっとしたらやり始めようかなとは思ってる。あ、ちょっとそこにさ、コンテナもあったけど、ちょっと今は、おおお、ニャンコがこんなところにいるではないか。よし、キャットフードどうぞ。おお、よかった、ニャンニャン言っとる。ココちゃんですね。よし、ちょっとココちゃんは、ココちゃんはどんな感じの子？ニャンコ、ハワイの野良猫の中で1、2を争うグルメ、好きな鳥の部位はぼんじりだってグルメ猫だったんだね。了解いたした。できればグルメものを持ってきた方がいいんだろうかよし、結構ね、いや本当楽しんでる私このゲーム。カヌハさんね、カヌハさんはちょっと待って、アロハちょっと待って、覚えてないんだけどさ、いい加減に行けよって思ってことあるごとに喫煙所が減ったことを嘆いているが、当の本人が一番煙たがられている悲しい人だった、悲しい人だったね。よいしょ、柳さんですな。そう、よいしょ、いい感じだな。柳さんは今度マックスになった時にでも、おー、強いんだ、気づこえへん。注ぎもなかった気づんだけど、強いかな。よーし、こんな感じで、えい、受けてみな。よーし、辻間はヒールレスラー初めてだったね。よし、これノワールちゃんだよね。ちょっと今は先に行くか。よいしょ、いやー、あの今度ショッピングセンター初めて行く場所ですな。でもね、名前がさ、あれなんよね、ちょっとさ不穏な名前ではあるわけよそう、あれよね、アナコンダってヘビのさ種類なん、だからさ、まあ本物に
まあ、すごい苦手なんだけど、本物に近いものがいなければ大丈夫かなと思ってるんだけどね。そう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 、なんかさ、首に巻かれた人とか出たら本当やばいんだけど、まあ、そういう時があったらちょっとフレームさんに頼もうかなと思ってるよ。よいしょ、よーし。あ、ハロー。これは？ヨンジンとフレンドになった相手。韓国の名前かな、ヨンジンさんってね。あ、こんな感じショッピングセンターだ。どうした？トモヒロさん。あ、富澤ケーキ最や最前線。この店ケーキも売ってるのか。にぎわってるな。あ、これか、ここ。タクシー側からするとケーキ屋の前は乗ってもらいやすいんだよ。ホールケーキ買ってタクシーで帰る人が多いからね。あ、確かにね。へえ、なるほどな、うん、だからケーキ屋の位置には詳しいぜ。味は知らねえけど。俺からしたらうまいケーキ屋の場所を教えてほしかったぜ。うん、よっしゃー。いやー、なるほどね。確かにな、ケーキとかだったらタクシー使うかもな。アロハー。何ていうか見てみるか。おー、アイスコーヒー、ホットコーヒー、カフェラテとかホットドッグ。ケーキ売ってないじゃん。ちょっと待って、ケーキ売ってないんだが。ちょっと待って、よいしょ。ありがとうございました。よし、ケーキ売ってなかったね。ここのお店の話してたんじゃないですかね。ハロー。よし、ちょっと、まあ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 、そんなことはせず、雪を降らせる方法ですよ。初めてお友達になる人がいっぱいいるな。こっちか、逆に。あ、いや違う、これはさ、メインストーリーだ。どこだこれ。ねえ、ここら辺にさ、装備とかも揃えなきゃいけないんだよね。その前にって感じだ。ハロー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 。どこ？ここ？ここに上に上がりけど、ちょっと始まった。坊や、あ、ベビーカー、え、なんてことだ。危ないんだが、ちょっと何このスロープでしょ。危ないでしょ。誰かあの子を助けて、なんて危ないです本当に。マジか。やばい。なるほど。雪とどうつながっているかわからないが、よし、チェイスでさ、すごい見た今の。今のコーナリング見た、やばくない？よいしょ。あ、この橋さ、この橋ストリートビューで見た時あった。あったよ。あ、ここら辺はあるところだね、きっと。これは。あ、危ない。ちゅうくん、なにだか、めっちゃ運転してるんだけど、エンジンかかってるんかっていうぐらい。やばいなの。ちょっと待って、よいしょ。飛んだ。よいしょ。やばいね。てか、こんなところまで難しいエリアだったらどうする。あ、ごめん。今さ、あの、お花の上描いてた。やばすぎる。もう少しだ。やばい。あ、止まった。はぁ、よかった。すごい。おい、無事か。おぉ、小坂さんやんけ。奇遇やな。やだ、ちょっと。ゴンダ組長だっけ。え、なんだっけ。まさか。やだ、ちょっと。ゴンダワラ、ゴンダワラさんか。ゴンダワラさん。うちの若いのがすまんかったな。ハワイで何してんの、ほんと。おい、もう日本追加や。人肌でな。確か、
2年前に一人町のイメクラで組総出で赤ん坊になりきって楽しんでいたヤクザの組長だったな。権田原組長だったっけ。組長、あんたなんでこんなところに。実は権田原組の旅行でハワイに来てたとこなんや。ハワイに来てないでこんなこと。それでせっかくやからハワイで赤子になれる店を探してな。やっと見つけたベビーシッターコースでアクティビティを満喫しとったっちゅうわけや。勝手にベビーカーが済んだ時はどうなるかと思ったが、重心移動でブレーキ以外のコントロールができることが分かってな。年がいもなくはしゃいでもうただからあんなにコーナリングがなかったんか。邪魔して悪かったな。じゃあごゆっくり。ちょっと待てって。せやからこれ一人じゃブレーキ効かんのや。すまんが、ママのリリアンちゃんのとこまで連れてってくれんか。ママのリリアンちゃんってあのベビーカーのね。ほらこんなことしにハワイに来たんじゃねえってのに。ほんとだよ。親父てめえか。親父を誘拐してやるわ。クミーも。いや、違う。大変だな、俺はむしろ助けた側だな。あ、寝ちゃったんだ。ちょっと待って、これバトルか。このタイミングで寝るな。もう何律儀に赤ちゃんのルーティン守ってんだ。親父をさらおうとした落とし前、いや捨てさせてもらうで。もう変質者すぎてすぐ。なんでこんな目に。警察来るしよ、こんなやばすぎる。八つ先にしてやる。さっさと始めようぜ。よし、さっさと始めようぜ。しゃほい。あ、三角押すのが遅かった。よいし。よし。行くぜ。爆弾をくれい。放電準備。バックで俺の番だな。もらった。放電準備。あーよっと。あーラヨット。これから強くなろう。また強くなっちまった。よかった、強くなれてよかった。よし。いや本当にいや本当マジ起きて何の騒ぎやじゃないよ本当。ミルク飲んだ後やったから眠くなってしまいてな。なんかあったんか。いやあんたのところの組員が俺が組長を誘拐したと誤解して襲ってきてた。何やと。何やと。このバカタレどもが。春日さんはわしの恩人やぞ。すみません。ほんならさっさとワビーミルクでも買って。今回いらないでしょ。お言葉ですが親父、この辺じゃミルクはなかなか売ってなくて。なんや使えんの。ほんじゃ練乳でもええわ。熱いしのかき氷屋でも行ってこや。へい。いやその格好で行っちゃダメだと思う絶対。やばすぎる。ああ、おい割り込むんじゃねえよ親父。あ、この人あれじゃない。時間がないんだ。わしに氷だけでいいから売ってて。ねえこの声。おいおい何やってんのじいさん。あ、春日さん実は。もうこの状況。へえ。なるほど。病気の嫁さんに雪を見せようと。はい。はい。さっき今夜が山だから覚悟するようにと医者に言われ、もう氷を目の前で削ってあげることくらいしか今じゃできそうになくて。くそ。どうすりゃいいんだ。手を貸せって言ったのに結局何もできてね。いやこんなチェイスしてた場合じゃなかったね。あ、まあまあ落ち着けや春日さん。すまねえ。すまねえじいさん。いやその気持ちだけで十分。ん？何？どうした？これ綺麗だ。まるで雪のよう。ああ
ああ、それはおむつの吸収剤が溶けたかき氷の水と反応したんやな。さっき春日さんに殴られたうちのアホンダレが履いてたおむつが破けて吸収剤が出てきたんやろ。これは水をかけると雪みたいな粉になるのか。まあせやな、おむつには水を吸収するために綿っぽい粉みたいなもんが入っとるんやが、それに水をかけると人工の雪みたいになるんや。ん？雪。まさか。本当におむつのやつでそうなの？おい、これ使えるんじゃねえか。すごく綺麗だし、感触も雪みたいな。でもこれだけじゃ積もらせることなく。いえ。いや、できないこともないで。ん？え？実は今回ハワイで赤子ライフを満喫するために日本から大量のおむつを持ってきとったんじゃない？やばすぎる。大変。おい、おむつは赤子の清掃やからな。長期滞在した場合にも対応できるように大量に用意しとったんじゃ。なるほど。やばすぎる。でもいいのか、あんたらにとっても大事なもんなんだろ。まあな、せやけど雪を見たがってるっちゅう嫁さんは時間がないんやろ。わしら赤ちゃんプレイが大好きやせやけど、まあそんな事情を分かっていながら嫁さんの夢を見捨てるほど赤子やないで。のお前ら。はい。組長、あんた男だな。よっしゃ、一丁やってやろうぜ。春日さん、組長さん、そういうことだ。雪は俺たちに任せて、あんたは1秒でも早く嫁さんのところへ行ってやりな。綺麗な雪見せてやっからよ。ありがとう。ありがとうございます。そうだよ、こんなさ、ほっつき歩いてなくて多分そばにいてほしいと思うんだよね。いいとこあんじゃねえか、組長、見直したぜ。まあ正直新品のおむつを破るなんて冒涜にも近い禁忌や。普通なら絶対やらへん。せやけど嫁さんのために必死になっとるじいさんの目見とったらそんな気もうせたわ。赤子の底力見せたるで。へえ、そうかい。よっしゃ、お前らホテルに戻っておむつの用意や、一つ残らずかき集めるで。へい。なるほど。なんかすごいグッドになったな。ね、じゃあ春日さん、わしはシーサイドアベニューのホテルにいるから準備ができたら来てくれや。待っとるで。ああ、わかった。なるほど。いやー、まさかのシーサイドホテルってどこ？あ、ここなんだ。了解了解。戻るか。そしたらこの道通りながら戻ってみる。よし、行ってみるか。ここら辺さ、まだ初めて来たばっかりのとこだからさ、敵めっちゃ強いんかな。ちょっと戦ってみる。ここら辺を。どうどうどう。後悔するなよ。俺の番だ。17か、結構ギリギリなんじゃない、もしかして。あ、でも2人か。これか。行くぜ。行くぞ。ほら、あ、いけるいけるいける、余裕だな。よし、この桐生さんが足りない分はやってくれるか。おお、やっぱさ、武器が強いからいけるのかな。ねえ、よし、レベルアップ。これが俺の真骨頂や。おいし、これのまま、このまま行こうか。じゃあ、これを拾いつつ、タクシー乗り場が追加されたね。やった。よいしょ。いい位置をして。ハロー。ハロー。アリソンとフレンドになったわけ。アロハ。アロハ。ビビアンとフレンドになった。おおお、ニワトリさんがいるではないか。物拾
しそうにこっちね。鳥のご飯どうぞ。結構ここ。よいし、この子はフェニックスだって。かっこいい名前持ってんじゃん。どれ？フェニックスくんは？観光客がひっきりなしにご飯を与えてくれる鶏界の勝ち組。さすがだな。ここを地陣取ったのは素晴らしい。牛が、牛もな。ちょっと待って。これ、野良牛ってことでいいのか。君、ミノさんですか？もう、よし。あ、え、ちょっと待って。いや、バナナはさすがに牛って食うか？ハーブとかでいい？ちょっとハーブでお願いします。もう、もう。めちゃくちゃ喜んでる。でも一番の好みではなかったっぽいね。ちょっと待って、ミノさんは？ちょっと待って、ごめんね。結構さ、アロハリンクス気に入ってるんよ。いつか空飛ぶ円盤が現れて退屈な日々から連れ去ってくれないかと無双しているだって。そんな無双してる子なんだね。いやー、そんなに現実が嫌なのか？ねえ、連れ去ってほしいなんて、この場から消えたいってことか。なんとも言えないな。よいしょ。ヤシの、あ、ワンコもいる。おいそうな気なの、ここ。おばちゃん。だから。よいしょ。いや、なんかさ、動物気には弱いよな。お、めっちゃ喜んだ。よいしょ。ちょっと待って、ごめんね。あのさ、人はあれだけど、動物はついついね、柵の中では威勢がいいが、柵の外に出ると借りてきた猫のようにおとなしくなる。いるよな。いるよな、そういう子。確かに、確かに。なんか、よいしょ。かわいいな。よいしょ。そう、さっきもさ、言ってたけど、あ、なんか不思議なるじゃん。ここさ、チェイスしてた時さ、この橋があったって言ってたじゃん。あれで見て、ストリートビューで見たらさ、やっぱあったよね。なんかめっちゃいいものが見つけられてて、綺麗な階段あって、ワカメ、おみくじ今日だって。あ、海の恵み、めっちゃ嬉しいんだけど。謎の海藻、わかめ、海の恵み2個もらった。素晴らしい。へぇ、ちょっと待って。あー、もうそう、避けられる。行くぜ。お、いっぱいいるぞ。あ、でもここら辺は12なんだね。受けてみな。一気に行けた。あ、ローカブリージじゃないか。スーってきた。え、なに、あ、始まっちゃった。他のやつが始まっちゃったね。まあ、まあ、じゃあこれも行けるか。もう一遍行ってみろ。ん？で、ですから、そのさっきのシーンはリテイクでと監督が。おお。ふざけんな。こっちは命がけで撮ったんだぞ。まだやれっていうのかよ。あれで命がけとはちゃんちゃらおかしいな。車相手にへっぴり腰だったじゃないか。もっとギリギリを攻めて華麗にかわしてこそのスタントだろ。リテイクだ。あんたは安全なところからメガホン持ってりゃいいかもしれねえけどな、こっちは体張ってんだよ。さっきの撮影だって怪我してんだ。いっぺん俺らと同じ痛み味わってもらった方がいいディレクションができるんじゃねえのかなあ、監督さんよ。どうしよう。やばそうですな。おいおい、なんだかよくわかんねえけど、あれはちょっとまずそうだな。なんかすごい素晴らしい、素晴らしい。そんなに、そんなに
うん、危ない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 よ。ギリギリだよ。やばいやばい。おい、あんたら何があったかは知らねえけど、ちょっと落ち着けよ。ああ、なんだてめえ。部外者は引っ込んでろ。じいさん相手にバット振り上げてるやつを前にして引っ込むわけにはいかねえよ。いいからまずそれを下ろせって。何も知らねえくせに偉そうなこと言ってんじゃねえぞ。それならまずてめえから黙らせてやる。いや、めっちゃ怒ってる。調子乗ってんじゃねえぞ。かかってきやがる。俺の番か。しゃあ、やんのかい。あ、遠くなっちゃったね。ちょっと待って、極みはない。ちょっと待って、まだよくわかってないんだよね。これ使っていいですか。寝てる。あ、ちょっと、いやもう三角、桐生さんのさ、極みはないの三角早いよね。いくぜ。車が来たな。おいしい。ここまで勘弁してやる。くそ。たく、なんだってんだよ。大丈夫だったか、じいさん。何？じいさん。素晴らしい。ぜひとも俺の映画に出てくれないか。は？リアリズムの追求サブストーリー27番ですな。いやー、なるほど。スタントマンかな、もしかしたら。なるほど、ここで映画の撮影をしてたのか。ああ、俺はボニー柏かな、これね。アクション映画の監督をしている。僕はアシスタントの古川って言います。ああ、俺は春日だ。それでさっき言い争ってた連中は誰なんだ。何かあったんだよ。撮影のワンシーンってわけじゃなかったよな。あの人たちはストントマンに俳優に代わって危険なシーンを演じてもらっていたんです。ただ、あんなふぬけた連中、スタントマンの風上にも置け。監督はアクションへの理想が高くて迫力のある映画に定評があるんですが、何人ものスタントマンを病院送りにすることでも有名です。そうなんだ。なので大抵のスタントマンは逃げ出すか、さっきみたいに荒れてトラブルになることが多いです。あれ、よくある光景だったのか。そのせいでスタント必須のこのシーンが全く撮れなくて、制作が先に進まないんですよ。業界じゃスタントキラー柏なんて呼ばれている始末でして、そりゃまた不穏な異名だな。聞こえとるぞ古川。聞こえてた。すみません。軟弱なスタントマンなどこっちから願い下げだ。それに引き換え、あんたは実に見どころがある。車を避ける身のこなしやチンピラ崩れどもの攻撃をものともしない度胸、実にいい。俺が今撮っているスウェイサーカーバーニングブレイクというカーアクションを映画に出てくれないか。屈強な男が迫り来る数々の車を避けながら爆発の中駆け抜けていくというシーンを撮ろうとしていてね。爆発の中車を避ける。そう、ああ、確かに危険な撮影になるから、これを取り切ったら歴史に残るシーンになることを間違いなしなんだ。若い連中の中には CG で表現しようなんて軟弱なことを言い出すやつもいるだな。そりゃこれだけボトルネックになればそうも言いたくもなりますよ。今の技術なら十分に迫力だって。くどい。これはリアルなカーアクションにこだわってこその映画なんだ。実際に撮ってみないとわからない
揺らぎや不安定さも全部ひっくるめて初めて完成と言える。予想外のハプニングすらも味になる。むしろ VFX 全盛の今こそこのリアルさを追求した映画を世に送り出すべきね。わあ、わかりました、わかりました。もうその話は1000回は聞いてるので十分に、うん、とはいえ俺も撮影が止まり怪我人を増やし続ける現状が良いとは思ってはいない。だからこそ成功を見込める人材に春日さんにお願いしたいな。頼む、最高のカーアクション映画の撮影に協力してもらえないか。もちろんレーダーってしっかりさせてもらう、うん、どうか。うん、監督が本気でリアルなシーンを撮りたいっていうのは分かった。ちょっと危ない気もするが手伝ってやろうか。話を受ける。いいぜ。分かったよ、監督の情熱はよく伝わってきた。それにちょっと面白そうですな。手を貸すぜ春日さん。え、いいんですか。とはいえ芝居なんて分からねえし、うまくやれるか分かんないけどな。ありがとう。ありがとう、ありがとう。共に映画史に残る迫力のシーンを作り上げよう。おう、よろしくな。では早速説明と準備をしようと思うが、過酷な撮影になると思う。覚悟がいいか。やばそうだけど、まあやってみましょう。説明を聞いて撮影を始める。うん、ああ大丈夫だ。それで俺は具体的に何すりゃいいんだ。車を避けるんだったか。そう、ああ春日さんにはスーツに着替えてこの道を通そ逆走してくる車を避けながらまっすぐゴールまで駆け抜けてもらう。スーツ姿で避けるだけ、随分とシンプルだな。まあその分ごまかしが効かない勝負の世界さ。それに道路にはいくつか撮影用の爆薬を仕込んでいる。巻き込まれないように注意して。マジか、爆薬やばい、さすがアクション映画だな。ああバーニングブレイクの副題に恥じない派手さをこのシーンには盛り込んでみたいからさ。当然車も容赦なく突っ込んでくる。ぶつかったら大変だぞ。しっかりかわしてゴールを目指してくれ。あとはそうだな、スピード感が命のシーンだ。もたもたしてたら容赦なくリテイクさせてもらう。分かった、スピード感ね、分かったよ。とにかく車を避けながら爆発に注意して急いでゴールまで走ればいいんだな。そういうことだ、大丈夫、春日さんならできる。おー、よっしゃ、一丁やりますか。それじゃあお着替え、それじゃあ着替えて撮影スタート。よし、どういうことだろうかね。撮影中は自動で目標に向かって走ります。L で車を避けながら制限時間内にゴールまで駆け抜けてください。車にぶつかるかタイムオーバーになると失敗となります。3回失敗すると撮影が一時中断となるのでご注意ください。 L で走るスピードを変えることができます。ピンチの時には L で減速することをと、車を避けやすくなり余裕がある時は加速すると時間が稼げます。車に合わせてスピードをうまくコントロールするのが撮影成功のコツです。了解、一丁やるか、アクション。了解。おっ、おっ、マジか、マジか、マジか、やばくない、やばくないか、これ、やばい、やばい、ちょっと待って待って待って、やばいぞ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 、こうか、こうか、やばいんだけど、やばい、やばい、やばい、ちょっとあとちょっとだったのに、ちょっと待って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 、あとちょっとだったのに、最後の波やばくない。よし、了解、もう一回頑張る。いっちょやるか、うん、最初の方はスピード出しても OK な感じ。やばい、ちょっと集中力切れそうなんだけど、やばいね。危ない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 
危ない。待って3回くらいで終わりになるんだっけ。ちょっと待って、これ難しいんだけど。よし頑張る、よし頑張るよ。最初のさ、あともうちょっとだったのに。ちょっと待って、これね、スピード上げて。危ない、一番良かったね。いやもう止まりないでしょ。無理だ無理だ。あーもうこれ、あ、良かった、気づいた。大丈夫ですか。撮影の途中に気を失ってしまわれたんですよ。激しい内容でしたから無理もないですが。そうだったのか。今は撮影を中断して休憩時間をとしています。春日さんが回復されたら再開しようと思うので、後で監督に声をかけてください。了解了解。いや難しかった。いや一番最初の時にさ、あやばい、これ体力がなくなってる。まあ、じゃあこんな時はちょっとまずは井村屋の肉まんを食べて、よいしょ、あんまんもあるね。あんまんも食べとけ。なんかもっといい感じのやつがあるかな。あ、そうだ、豚キムチラーメンとかも食べとく。焼きそばもっちっちもあるよ、食べとく。ちょっとじゃあもう一回挑戦、クリアできる気しないんだから。うん、撮影再開しても大丈夫かな。カスタントの撮影やるか。撮影を再開する。さあそうじゃ、もう一回頼むぜ。わかった。そう、ただ前回の NG カットを見る限りさすがにちょっと過酷すぎるかなとも感じた。とはいえリアリティはこだわりたいからその範囲ではあるけれど、多少車の数を減らすこともできるがどうする。元の台数で挑戦すべきか、それとも台数が減った状態でやるべきか。え、いや私は台数が減った状態で挑戦したいです。ちょっと逃げました。そう、まあ簡単とはいえ危険なことには変わりない。気をつけつつ迫力の演技を頼むよ。 OK。 いやむずすぎるでしょこれ。やばすぎる。よし頑張るぞ。よしこれで、ね、ちょっと、そして、あ、さっきより本当に車の台数は減ってるね。よし、こうか。危ない危ない危ない、ちょっと待って、危なかった。やばい。いや後半さえてくれ。でもさ全然楽だった、台数減らしたら。まあ、だからあれだよね、こういったチェイスとかがさ苦手な人もできる感じのやつにはなってるね。よかった。うん。おお、よかった。完璧だ。これこそ私が見せたかったシーンだ。スクリーンの前でぶっ飛ぶ観客の姿が目に浮かぶぞ。いや相当やばかったけどね。この迫力と生々しさは簡単には作れないな。震えてきた。なるほど。ありがとう春日さん、最高だったよ。そうかい。まあ台数減らしてもらったけどね。さすがすごい自信だな。まあ、あれだけのことをやってのけたわけだし当たり前か。違う、そうじゃねえ。あんたのその嬉しそうな顔見りゃわかるさ。
本当に取りたかったもんが取れたんだろ。ああそうだな、最高の気分だ。よかった。俺はさ、カズがさ、別に CG とか映像の加工を否定しているわけじゃないんだ。技術もどんどん磨かれていって迫力もすごい。昔は模型を爆発させて撮っていた宇宙の大戦争も、今はコンピューターの中で作ることができる。ただ本物の映像だからこそ与えられる感動や美しさってのも変わらずにあると思うんだ。便利になる世の中の裏で泥臭いリアルな映像が消えていくのは寂しくてね。そんなことを考えてこの映画を撮り始めたが、煙たがられてしまっていたな。スタントマンたちにも随分と無茶言って迷惑をかけちまった。監督、実はこの映画を最後に監督を引退しようかと思っていたんだ。俺の時代ではないなと感じていた。ただ、さっきのシーンを見ちまったら、もうちょっとやりてえな。やったらいいじゃねえか。それに自分で思ってるほど煙たがられてもないみたいだぜ。あんたの気持ちちゃんと現場に伝わってるようだしな。え、監督、春日さん、勉強させてもらいました。俺ら監督の言う通り完全にふぬけていました。何もない道を走って後から合成すりゃいいのにって。でも実際に走ってくる車の熱と、それをギリギリでかわしてまた前へ進む春日さんの動き、あの爆風や破壊の迫力、恐ろしさやかっこよさは確かに実際にやらないと伝わらないですね。なんかこう悔しいです。春日さんのようにやれるチャンスがあったのに、俺はそれを手放してしまった。ちっとはいい目になったじゃないか。実は車を避けながら走るシーンはこれで終わりだが、追加でもう一つアクションシーンを撮ろうと思っている。お前らやってみるか。はい、ぜひやらせてください。もう大丈夫そうだな。ねえ、やる気がいっぱい出てよかった。春日さん、スタントお疲れ様でした。本当に最高で現場の士気も上がりましたよ。よかった。これは報酬です。本当にありがとうございました。お、なんだこれ、タクシードライバー専用装備だっけ。なんか釣り線入れ。了解。スタミナライト、まあ、ありがとうございます。役に立てたならよかったよ。ありがとな。映画の完成楽しみにしてるぜ。撮影頑張れよ。はい。それで監督、追加のアクションシーンってどんなやつなんですか。追い詰められた強盗3人があの高層ビルの屋上から飛び降りるというシーンだな。リアルを追求するために命綱なしで行こうと。いやいやいや、やばすぎる。相変わらずハードっすね。でも俺やります。頑張りましょうね、春日さん。いや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 、巻き込まないでほしい。俺も。何を言ってるんだ。もちろんだと思う。俺の映画のアクションシーンはもう春日さんなしでは考えられない。いや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 、さあ早速高層ビルへ撮影場所を移そう。いやいやいや、ちょっと待ってくれ。飛ぶの、命綱なしで。大丈夫だ、ちゃんとビルの下に羽毛布団を敷いてあるから。羽毛布団じゃダメでしょ。羽毛布団じゃ死ぬ。そこをなんとか極限までリアリズムを追求したいんだ。頼む。いや、そのもう撮影は勘弁してくれ。あ、待ってくれ、春日さん。よーい。いやでもリアリズムの追求完了ですね。よかった。おー、なんだ、あ、デリバリーヘルプでボニーカシワさんを呼べるようになった。素晴らしい。よいしょ。これは
このままこっちに行くか。ね、ここ通ろうかなとも思ってたんだけど、よー、それともちょっとタクシー使っていくか。ね、はい。ちょっとタクシー使って移動しましょう。さっきみたいに他のやつがね出ちゃうかもしれないので、おちょっとごめんね。よいしょ。あーちょっとかかってきやがる。俺の番か。叩き潰す。いや、この子だな。寝てろ。あー、もうちょ、またできなかった。ジャストが難しすぎるんだな。これに行きたいな、グラインドマイナー。受けてみろ。ぶっ飛べ。ほら、なに。いいよ、いいよ。スキット出来じゃねえか。なんかさ、あの人普通に殴ろうとすると避けられちゃうからか。あ、このホテルか。ここにいるみたいなの。今日さ、ちょうどここにスタートしたい。そこら辺から、あそこの、なんだっけ、シーブアイスにスタートしたいね。あ、ちゃんとに格好しているじゃん。体が軽いな。おむつの準備は万端じゃん。もう雪降らせに行けるか。大丈夫です。大丈夫だ、行こう。よかった。あれ。何ただいま、エリー。具合はどうだい？今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのにまっすぐそう言ってくれた彼がなんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに、今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ。エリー、だからそんな顔しないで。綺麗。雪は。ありがとう、春日さん、組長さん。こんな口。まさかこうなるか。出陣へ。でも最後の息が見えてよかった。これなかなかの重労働だが、やってやるぜ。うわー。
親父、これおむつ足りますかね。あ、ほんだれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽぽんになっても最後までやりきるで。へい。すごいな。本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい朝飯前だよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに、王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああそうだね。その通りだ。ゆっくりおやすみ、ヘリー。枯れてよかったですね、やっぱり。雪、溶けちゃったな。二人に雪、届いたかの。きっと届いたさ。笑えるほど綺麗な雪を見せられたと思うぜ。せやな、ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。いやー、いいサブストーリーでしたね。もうツッコミどころ満載だけどね。ゴンダワラス首長もデリバリーヘルプに登場しましたか。いやーすごくいいやつでしたな。いいサブストーリーだったけど、やっぱり龍が如くらしいちょっと面白い感じにはなってたかな。あーよかった、まさかサブストーリーでこんなに泣けるなんて思ってなかったよ。嬉しい。まあ今日はじゃあちょうどキリがいいのでこのくらいで終わりにしようかなと思います。よし、ね、今日も最後まで見てくださって本当に本当にありがとうございます。それじゃあまたね、バイバイ。